こんばんは、はるけです。今回は10万以内の CDM の強さランキングになります。守備的な、中盤、ボランチっていう位置ですね。この選手たちの、ランキングを作りました。で、今回も、10万以内っていうことで、買える選手たちを、対象にして、そしてベスト5形式で、今回も紹介をしていきたいなというふうに思います。で、それでは早速紹介をしていきます。まずは第5位はケシエです。ケシエ、OTW のケシエを作った人も多いかとは思うんですけど、一応、コインで買える、金のケシエは、この辺りに入るかなというふうには思います。非常に今作から、使われるような選手になったかなというふうに思います。もちろんケミストリーのシステムが変わったっていうこともあると思いますし、バルセロナに移籍をしたっていうことも、非常にでかいのかなというふうに個人的には、思います。バルサの選手は、デヨングだったり、テアシュテーゲン、ピケ、あとは、デンベレあたりは結構強いので、その人が1人いたら、ケミストリーポイント付与されるので、そういう意味でケシエは使われやすくはなったんじゃないかなというふうには思います。本当に強いですね。特に5番の人は、長いっていうことも、ありますし、4でも、この人は本当に強いです。あとはやっぱりペースもそこそこあるプラスやっぱり守備能力とフィジカルですねが、しっかりこう取り切ってくれたり、する要因なのかなというふうにも思うので、かなりコスパ、3700コインかなで、4000ぐらいで買えるような選手になっているので、めちゃくちゃコスパな、ボランチかなというふうには思います。使ったことはないっていう人は、ちょっと使ってみても、いいんじゃないかなというふうには思います。で、そして第4位はルールブレイカーズのロベルトーネです。ロベルトーネ、あまり、見ないんですけど、やっぱりそうですね、ケミストリー面はでかいのかなというふうには思います。ラリーが8人入れないと難しいかなというふうには思うので、相手には見ない、だからこそ多分値段もかなり安いかなというふうに思います。で、一応キャム登録なんですけど、一応 CDM もできるっていうことなんでここに入れました。で、もともとキャムの選手で、ミディハイ守備の意識が高いなんで、なんかちょっと不思議な選手では、あるんですよね。でも、ボランチとして使うんだったらミリハイっていうのは非常に、いいですし、守備能力も、上がりましたし、あとはね、もともとキャムっていうところでドリブルの数値、特に敏捷性とかバランスとかがかなり高い選手なんで、持ちやすさっていうのは、非常にあるのかなというふうに思います。あとはパスを出すっていうふうになったらすぐ出してくれたりとか、するので、結構、自分的にはこう使いやすいボランチには、意外にも見ないんですけどなるんじゃないかなというふうには思います。結構ね、自分はやっぱりね、ケミストリー面かなと思います。見ないの、相手に見ないのはやっぱりケミストリーが難しいからかのかからなのかなというふうには思うので、ちょっとラリーガの、コスパでボランチ探してるっていう風になると、ケシエでも全然いいと思うんですけど、ちょっと特殊カードで、ロベルトーネは全然いいんじゃないかなという風には思います。そして第3位はアウトポジションのトラオレです。トラオレ、右サイドバックの選手だったんですけど、登録が、ボランチに、なりました。この人もケミストリー面かなと思いますね。かなり組みにくいですね、この3位4位は。かなり組みにくい。でもトラオレはめちゃくちゃ、強いかなと。やっぱりペースがあって、かつ守備能力だったりフィジカル能力っていうのも、多少なりとも、上がった選手なので、めちゃくちゃこうフィジカルでガツンといけるようなタイプでは、ないんですけど、本当にこう動き回ってボールをカットしていくみたいな選手かなというふうには思います。こう結構ね、めちゃくちゃ強いみたいな感じじゃなくて、本当にそつなくこなせるみたいな、タイプの選手かなと思います、トラオレは。なんで、めちゃくちゃこうガシッと守るみたいな、
タイプが好きな人は、まあ、ちょっと合わないかもしれないんですけど、まあ、それでも、本当にこうスピードが速くてっていう選手が好きな人は、まあ、トラオレ、全然使えるような選手にはなるんじゃないかなというふうには思いますね。こう目立つような選手ではないんですけど、別に邪魔もしてないしみたいな、感じで、まあ、守備の、選手としてはやってくれるかなというふうには思います。まあ、トラオレは3位に、入れました。でそして第2位はゴレツカです。ゴレツカ CM で、まあ、一応ボランチもできます。で一応ねこうまあCM として使うっていうのももちろんいいんですけど、まあボランチとして使うっていう風になると、まあ個人的には、めちゃくちゃ強い選手かなという風に思います。まあドリブル面は少し重たさだったりとかはまあ少し、ある選手なんですけど、やっぱり守備能力は高いですね。身長も大きくてフィジカルも、あるのは分かってるんですけど、それ以上になんかちゃんと相手に勝ってくれるなっていう風な印象が、あって、まあ、守備戦として置くっていうのも、まあ、自分はいいんじゃないかなという風には、ね、思います。あとはパスがうまいっていうのも、非常にいいポイントかなという風にも思うので、まあ、本当に金の、ゴレツカでもこの能力のバランスなので、まあ、非常にこう特殊カードには期待をしてるんですけど、まあ、ペースもありつつドリブルも、あって、まあ、ペース以外は、全部80を超えてるような選手なので、まあ、本当にこう何でもできるような選手として、まあ、特にフィジカルだったり、守備は、まあ、目を見張るようなものも、あるので、もちろんねシュートもねめちゃくちゃいいです。と2列目だったり3列目から上がってきてシュート決めてくれたりっていうのもめちゃくちゃしてくれました。できるんでシュートも全然いいんですけど、まあ、守備面こう守備線として、まあ、置くっていうのも自分は全然良かった選手なので使えるかなと、普通に強い選手かなというふうにも思うので、まあ、この人もめちゃくちゃ値段は安くなったなと。やっぱりブンデスはめちゃくちゃこうコスパで、強くて、選手たちが揃ってる、まあ、リーグかなというふうに思うので、まあ、ブンデスで組むときにはゴレツカ、絶対必要かなと。それぐらい強い選手なので、まあ、ちょっと使ってみてほしいなというふうには思います。でそして第1位はカンテです。カンテ、まあボランチ、まあ、10万以内で考えたときのボランチは、まあ、正直カンテが一強かなというふうに思います。もちろん、ゴレツカだったりとか、トラオレ、ロベルトネ、ケシェル強いんですけど、この人の AI というか勝手にいるやんみたいな、勝手にパスコース行って取ってくれますやんっていうことがやっぱりダントツでそういう風に感じることが多い選手ですね。うん、やっぱり守備力に関しては身長小さくてゴリっていけるようなタイプではないんですけど、なぜか足が出てなんか取ってくれる、引っ掛けてくれるというか選手なので、まあ、かなり自分は、10万以内で行くともう第1位が絶対的かなというふうには、思います。まあ、今作からねペースがかなり下がったっていうことで、まあ、ちょっと心配してた部分はあったんですけど、まあ、そこまでペースはの遅さ感じないかなというふうにも思うので、まあ、守備戦と言ったらこの人かなと。この人一人いたら、まあ、結構ありがたい部分はあるんじゃないかなというふうに思います。でカンテをもう使う時の注意点としては、本当にパスが本当にもうパスだけ、この人は本当にパスだけ、もうパスがちょっとね、多分使ったことがある人は分かると思うんですけど、カンテのパスは結構取られますね。なんで、まあ、カンテでキーパスを送るっていうことは、まあ、できないので、そういうパスだけを、少し気をつけては、いないと、まあ、ちょっとカンテいらなくないっていう風になるので、まあ、それだけパスだけちょっと注意は、必要かなという風に思うんですけど、まあ、正直それ以外は、守備に関しては完璧かなという風には思うので、まあ、ちょっと、使ってみてほしいなというふうに思います。この人はもう圧倒的1位ですね。でそしてこの中に入れきれなかった人たちも、いて、
RTTK のアンギサ、そして TOTW のカゼミロです。この2人です。まあ、TOTW のアンギサ、 TOTW じゃないわ、RTTK の RTTK か、 RTTK のアンギサはやっぱりワークレートが、まあ、ミディローっていうところがどうなんだっていうのが、まあ、一つ、あるのと、あとはね、ケミストリー面、この人も非常に難しいですね。なんで結構自操作で、操作しないといけない、自分で操作をしないといけない戦士なのかなというふうには思います。それでもね、能力はめちゃくちゃ強くて、まあ、アップグレードも、された選手かなというふうにも思うので、まあ、スカットに入れ込めれば、またセリエのスカットを組むっていう人であれば、かなりこの人は使えるんじゃないかなというふうには思って、まあ、入れたかったですけど入れきれなかったというような感じですね。あとは TOTW のカゼミロ、この人は本当に5番の方は、全然強いような選手にはなってくるかなというふうには思います。まあ、今作、加速タイプっていうのが、まあ、5番に関しては、あるので、まあ、そこで、ペースの遅さっていうのもそこまでは気にならないっていうのが、まあ、あるかなというふうに思うので、あとはね、 TOTW のカゼミロ使ってる人も、いるかなとは、思うので、まあ、守備能力は本当に抜群にある選手なので、まあ、中央にどっしりと、構えてもらって、使うっていうのがいいんじゃないかなというふうには思います。4だったら多分足が遅いのがそのまま、出て、まあ、あまり生きないかなっていうふうにも、思うので、まあ、ここに、入れた、番外編として入れたっていうような形になります。まあ、っていう感じで、一応こう10万以内で、買える、ボランチの、最強のランキングになります。まあ、また、他のポジションもやりたいなというふうに思うので、少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。